はい、こんにちは。ではですね、えー、今回も頑張ってグラフをですね、第18番目でございますけれども、えー、第18代ですね、18代目ですね、えー、代目といってもですね、えー、落語家の,あの、えー、世代交代じゃないんですからね、えー、18番目のお題ということですね、y イコール e の x 分の1乗ですね、e の x 乗はまあ、たやすいわけですけれども、 e の x 分の1というふうに x が逆数になっておりますね。e はもちろん自然対数の定で2.71、はには、828ですね。の、まあ、近似値ですけどもね、今のはね、グラフを書きましょう。えー、方針としてはですね、もちろんシンプルに微分して増減表を作り、グラフを書くと。でまあ、この x 分の1やはり分母がありますから、x が0のところでは、 えー、x 分の1という表記は意味を持たないので、0で割ることはできませんからね。ですから定義機も、まあ間違えないようにするとありますが、x イコール0以外のすべ、えー、ての実数に対して定義されておりますね。えー、勘違いしないでほしいのはですね、この肩の上に乗ってる、えー、指数、指の数ですね。これは、えー、真数と違って、えー、対数のですね、ログ、なんとかの真数と違って、えー、0以上で、 0より大きくないといけないとかそういうのは関係ありませんので例えば x がス2だったらば e のス2分の1乗、ね、これはルートのことですねとなるだけなので大丈夫ですねでまあ必要に応じて積の微分公式とか関数の小の微分公式を用いますね小の方は u 分の v' ですから えー、これをダッシュすると、ですからというか、これをダッシュしますと、分母の2乗。で、分子を微分して、分母をそのまま。引き算するごとの分子、そのまま、分母を微分しますね。えー、引き算ですから順番が大切なので、えー、分子から必ず微分しますね。えー、では皆様は、え、20分ぐらいちょっと頑張ってご自分で解いてくださいね。やはり、ご自分で解いてから解放を見るのと、 えー、花からですね、えー、解放を見て納得するのではかなり、えー、自分で車を運転するか、えー、助手席に乗っているかのね、まだ高校生の受験生の皆様は、車にね、乗ったことがないかもしれませんけれどもね、運転されたことはないかもしれませんけれども、そのぐらいの違いがありますのでね、えー、3番目の道を曲がるんだよということもですね、助手席に乗っていれば別にぼーっとしてても、ドライバーが曲がってくれるわけですけどね、いざドライバーとなると、 3番目か4番目か、どちらで曲がるかは、かなり、えー、深刻な問題になりますからね。なので、必ず自分で解いてから、えー、いろいろ壁にぶつかったり、またはすんなり、解ける場合もありますでしょうしね。それから、あ答の部分を見てくださいね。では、私は止めずにこのまま参ります。はい、30分経ちました。では、回答の方をね、見て参りましょう。えー、定義域はですね、えー 分母を0にしない、えー、x イコール0ですね。この時のみ、まあ、指数の x 分の1の分母が0になるので、x イコール0を除いた実数全体に、えー、なりますということですね。えー、x イコール0を除いたリアルナンバーということですね。えー、そして y' は、えー、e の x 分の1の微分ですね。で、とりあえずまあ、e の m 乗とでも思って、そのまま、えー、これ、e の x 乗と言いますか、その e の何とか乗はそのまま e の何とか乗はそのままですから、ありがたいですね。そして、ひとまとめにした部分をさらに x に関して、え、微分したものをかけておきます。まあ、細かく言えば合成関数の微分ということですね。と、e の x 分の1乗。で、これは x のマイナス1乗ですから、えー、指数を前に持ってきて指数を下げる。 つまり、マイナス1、x のマイナス2乗となるので、まあ、マイナスが前に出て、e の x 分の1乗はこれ以上簡単にはなりませんから、で、x2 乗は分母に参りますね。え、これが y' ですね。よろしいでしょうかね。またちょっと耳がかゆくなったので、耳、耳をかきます。 おー、ええ、気持ちや皆様はご確認くださいはいそれではですね、えー、頑張って、えー、Y2' 第,2、ねまあ、第1次同関数だけでもグラフは書けないことはないと思いますけれども、えー、この場合は X =0 のところでグラフはありませんのでまあ言ってみれば分断される。 分断されるということでしょうから、ちょっと、えー、簡単にですね、えー、連続の、え単調減少、単調増加ではなさそうですね。ちなみに y' はもうこれは、えー、マイナスですもんね。そして x2 乗で、e の x 分の1乗は、えー、x はマイナスの値を取りますけれども、e の何とか乗自体はもうプラスの値しか取りませんので、プラスプラスで全体はマイナスですね。だから常にマイナスなので、 この、これから見る限りは単調現象ですけれども、x が0のところでグラフは断ち切られますので、単純な単調現象ではありませんのでね、えー、ちょっと複雑になるかもしれませんが、第二次動関数を求めてみましょう。それに最初はね、こういう式でしたから、分数の形をとっておりませんので、えー、この小の微分公式ですね、これは一見使わないで済むかなと思いましたが、 えー、そうではありませんね。第一次同関数を求めたときに、ここに分数の、えー、x の関数分母ねで。分子も x の関数ありますので、えー、使わないとダメですね。えー、なので、使いつつ、えー、第二次同関数を求めてまいりましょうね。それと、間違いを少しでも少なくする工夫として、えー、マイナスがここにあるので、マイナスは取り除く意味で、マイナス y2 ダッシュにしておきましょうね。そうすると、マイナスがないので、 符号を間違えにくいですね。ただし一番最後に今マイナス y 2しを計算していることを忘れてこのままの結果を y 2しと思い込んでしまうと逆になりますからねまあどっちもどっちですから自分のやりやすいような感じをね不安な人はマイナスつけておけばいいだけのことですからね、えー、全部分数の前につけておけば問題ありませんもんねじゃあ細かい解説はそこそこにして見ていきます えー、マイナス Y2 ダッシュは、あえー、っと、ここで、ね、あのー、マイナスを取ってありますから、これですね、のダッシュ。これはもう、分母も X の関数、分子も X の関数、先ほど申し上げた通りですから、えー、小、商いの微分公式を使って、分母の2乗ですから、4乗ですね。で、分子の微分、分母そのまんま、ね、そして、 引き算することの分子そのまんま。分母の微分ですね。それでですね、この、ここの微分はですね、ありがたいことに、これは、えー、大元の関数ですね。今 y、y イコール e の x 分の1乗の、えー、グラフを書こうとしているわけですから、先ほど、ここで微分した通りですね、y ダッシュそのものですね。この、この部分をね。なので、この結果をですね、ボコーンとここに書き写すだけですから、非常にありがたいですね。 で、X2 乗はそのまま。で、マイナス、これは 2X ですから、2XE の X 分の1乗ですね。そうすると、さらにありがたいことに X、X 二乗 X 二乗が、ばばばーんと消去できますので、っていうか、約分できますので、えー、マイナス E の X 分の1乗。大変ありがたいことですね。えー、漢字在防殺、漢字在防殺、漢字在防殺、漢や、はと、思わず漢字在防信ですね。 えー、唱えてしまうぐらい、あの、ありがたいことですね。で、えー、マイナスに x の e の x 分の1乗ですから、e の x 分の1乗を前に出しますね。で、またマイナスが出てまいりましたので、マイナスももう前に出しておきますね。別に中に入れておいてもいいですけどね。で、カッコ1プラス 2x ですね。やや簡単な式になりましたので、ちょっと嬉しいですね。いろいろね。約分できたりね。で、x4 乗分の、が、残りますね。 なので、え、これは今、マイナス y2 ダッシュですから、ちょうどマイナスとマイナスがあって消えるのでいいですね。気持ちいいです。y ダッシュは x4 乗分の e の x 分の1乗、2x プラス1ですね。よろしいでしょうか。まあそうするとですね、いずれにしろその0のところが変極点になったり、まあ y ダッシュで言えば極大、 極小になるわけですから、えー、パパッと頭の中ではもう見るや否やあずすんあずですね見るや否なや、えー、0になるところを模索するわけですけれども脳細胞がね e の x 分の1乗は先ほど言ったように0にはなりません x4 乗もプラスですねもちろん x が0の時には0ですけども分母ですからね0の時はもう定義されておりませんですから 2x プラス1が0つまり x がス2分の1の時だけですね で比較的ですから、まあ、簡単に、ねえー、なりそうなので、えーまあ、それも嬉しいですね。では次に、ねえー、参りましょう。まあ、ここに書いてありますから、書いてありますが、E のなんとか状というのは常に正ですから、ね、ですからで切れておりますけどもね、えー、ね旗ヨークの、えー、ですから、 というのになっちゃいそうですけれどもね、もうハタヤクなんて古いですよねえ。グラフをいつも思い出しましょう。えちなみに私はあのヒロシのファンでございますね。えー、ちょっと暗いギャグのね、えー、一人語りのヒロシのファンでございましたがね、同じ時代の旗タヤですね。では続けてまいりますね、えー。まあ重複しますが、E の何とか上というのは常に正ですから。 はここにつながるんでしたね。で、グラフをいつも思い出しましょうね。なので、えー、何かと言いますと、えー、要するに y' の方ですね。ちょっと y' を見るには上に戻らないといけませんけれどもね。えー、y' はこれでございますね。えー、マイナスがあって x2 乗。で、e の x 分の1乗は常に正なので、えー、全体にマイナス符号がついておりますので、えー、y' は常に負ですね。えー、ここにちょっと書いておきましたけども、y イコール e の x 乗。 単調増加ですね。特に低、そ底ですね。手が、えー、これ、E は2.71828が近似値ですから、1より大きい場合は、えー、こういうふうに右上がりね、単調増加。そして、1より、えー、小さい場合はこれ反対になりますから、単調減少ですけども、いずれにしろ、X 軸より上にあるので、すべてプラスの値を取りますね。だから、先ほども言いましたようにね、X がプラスじゃなきゃいけないとか、 そういうふうに勘違いしないようにしましょうね。x はマイナス100とか、全然 OK ですね。マイナス100だったらば、e のマイナス100乗は、e の100乗分の1ですからね。まあ、かなり0に近づきますけどね。えー、マイナス100ということは、ここは今マイナス3ですから、もうずっとこっちの方ですからね。はるか、左彼方の方ですもんね。えー、x 軸が前金線なので。さて、y2 ダッシュを0とすると、 先ほど言いましたが、2x プラス1イコール0で、x はマイナス2分の1ですね。で、先にですね、まあこれだけでも、あの、増減表は書けます、書けますけれどもね、先に全近線的なこと、つまり極限も考察しておきましょう。まあ極限は結構煩わしいですよね。あの、プラス無限大、マイナス無限大、そして今現在のようにですね、x イコール0という、 ところで分断される場合は、そこの縦棒ですね、x イコール0、つまり y 軸という直線によって分断されるのでね、そこのところも、まあいつもやってますように、天空に駆け上るか、奈落の底に落ちるか、もしくはちょっと違う場合もあるんですね。今回のような場合が、まあそうなりますので、えー、なかなかね、大変な面はあります。 えー、考察を続けますいいですかちょっと頭整理してくださいねまずですねえー、ここですねちょっと下の方にねいきますではよろしいでしょうか、えー、まず e の x 分の1乗大元の関数ですねで x がプラスマイナスまあ一緒にしてしまいます無限大に飛ぶ時にですねえー、これはどうなるかというとえー、要するに 例えば、X がプラス無限大に飛ぶということは、1億、10億、100億、1兆ですから、1兆分の1とか、100億分の1になるわけですから、もう、すごく小さい数、つまり0乗ですね。まあ、あまり堂々とこういう風うに書くのも、ちょっと気が引けますけれどもね。まあ、半分、略記みたいな、メモ書きみたいな感じで許してください。0、0になりますね。ちなみに、マイナスの時もですね1、1割るマイナス10億とかですから、 符号はマイナスになりますが、結局、マイナス0.0000001とかになりますから、まあ一応0上で近づきますよね。まあ、精密に言えばプラスマイナス0ですね。ですから、1に近づきますね。必ずしもいつも無限大に行くとは限りませんからね。でさらに、今度は、X が無限大ではなく0に近づくときですね。0プラス0は、プラスの方からですね。つまり、グラフで言えば、XY 平面で言えば、 右側からですね、ライトサイドから0に近づくとき、こう書きますね。つまり、プラスの値のままですね。そうしますと、x 分の1は0分の1ですけども、これは、例えば 1÷0.00001 00とか1、1÷0.0 が30個並んで1とかね。そうすると1、1÷0 が30個並んで1なんていうのも逆に、1000億、ね、1兆、10兆とか、すごい大きい数になるので、 で符号もプラスですから、E の無限大乗ですから、当然無限大になりますね。同様にマイナスのまま0に近づくと符号だけ、ね、マイナスになるので、内容は一緒ですね。ただ、全体の符号はマイナスになるので、E の無限大乗分の1、ね。例えば E のマイナス1億乗とか、そういうことになりますね。なので、これは0ですね。なので、あまり早がてにしてね、プラス無限大。そして、 マイナス0がマイナス無限大と思ってはいけませんね。えー、いつもやはり頭の中にですね、丁寧に、えー、その数字などを思い描くといいですね。さて、以上を総合して増減表を書きますと。一応 E の近似値は2.71、波2波と書いておきましたけどね。まあ、ほとんど別に近似値は求める計算をせよとか言ってませんのでね、関係ありませんが、大体のね、値を知るためにね、えー、もう、 えー、最悪 E は3だと思えばいいのでね。2.7と3ですから、精密な場合はだいぶ開きがありますけどもね。E 分の1とかね、ここにもあります。e 二乗分の1がだいたいどのぐらいか。100ぐらいなのか、50ぐらいなのか、えー、例えばマイナス0.3ぐらいなのかを知るときにはですね、ほとんど E は3と思えばいいので、e 二乗分の1だったらば、9分の1ですね。もうこれもほぼ10分の1と思えば、ほぼ0.1ぐらいですね。 もちろん精密に計算したいときは2.718として、まあ、電卓などをね、えー、ポンポンと叩いて求めればいいので問題はありませんし近似値表示をする必要もありませんあくまで自分の頭の中で、まあ、このぐらいの数字かと思っておればですねグラフを書いたときに例えばこの点がね、えー、マイナス2分の1コン100ぐらいのところにあったらこれはちょっとどう考えてもおかしいのでどこかが間違っていると思わないといけませんね では今日はちょっと元気が有り余っているのか前置きが長くなりましたが見てまいります。確認のためにここに転記してやりますね。y は e の x 分の1乗。y' ダッシュはマイナスがついて x2 乗分の大元の関数ですね。y2' はさらに x4 乗分のになって符号はマイナスじゃなくてプラスですが、マイナス e のじゃなくて e の x 分の1乗。大元ですね。2x プラス1ですから、 一応0になるのはもうマイナス2分の1の時のみですね。ただし0の時は定義、えー、不可能といいますか定義されておりませんので分かれるはずなので欄、えー、を列をね設けておきますで。もちろん定義はされませんからもう斜線斜線斜線ですね。さてマイナス2分の1は Y2 ダッシュの出来事ですけどもその時0でマイナス2分の1より大きくなればですねプラスですね。で小さくなればマイナス。 y ダッシュは全部マイナスですから、そうするとこう決まるので、えー、上に凸で減少、下に凸で減少、下に凸で増加ですね。あ、えっ、ー、と、ちょっと間違えましたね。すいません。これが減少ですね。えー、下に凸で減少ですからね。ちょっと間違えましたね。確認を怠るとえらいことになりますね。えー、元気がいいだけではダメですね。えー、すいません。こうですね。 とここら辺なんかがね、えー、極限値をうまく考えてね、ないと、えー、難しいところですよね。えー、下に減少、下に減少ですから、もしゼロをなくせれば、こういう風にね、両方とも、下に減少な下にとつ、ね、ちょっと、つい自分の言葉になってしまいました。<laughs> 下にとじゃないわ。ちょっと自分の言葉になってしまいました。乱暴になりまして、すいません。えー、下にとつのまま、 現象ですからね、ついここを忘れると、一本でこうブーっとね、行くかと思うんですけど、実はそうではないので、要注意ですね。まあ、えー、ともあれ、これでグラフをね、書いてみましょう。それでは、いよいよグラフをね、見ていきたいと思いますが、いつも通り、GRAPES。グラフプレゼンテーション a t i o n and e x p e r i m というので、えー、これはですね、大阪教育大学附属高等学校の友田勝久先生という方が開発された関数グラフの作成ソフト、まあ、描画ソフトと言いましょうかね、作成ソフトですね。とても素晴らしく活用しがいのある本当に素敵なツールで、まあ、一応フリーソフトでね、ダウンロードできますので、ご活用ください。なので僕が書くというよりはね、 えー、強力なスケ人トを頼んで、えー、書いてもらったわけですね。では、グラフ全体を見てまいりましょう。このような感じになりますね。えー、これですね。えー、y イコール e の x 分の1乗ですね。えー、ここが変曲点ですね。えー、もう、あの、2回ね、映しませんけども、えー、マイナス2分の1の時に、 y2' が0になるので変曲点ですね。えー、こうですね。えー、ですから、ここが上に凸で、こっから下に凸で、しかも、え、これは原点に収束するんですね。まあ y2' が0であるならば、変極点であるならば必ず y2' は0になりますけれどもね、0になったからといって変極点であるとは限りませんけれどもね、えー、よろしいでしょうかね、y イコール x4 乗などの例でね、えー、そういうことを調べるといいですよね、えー、必要十分条件ではありませんが、まあ、とにかくね、グラフからわかるように、変極点であれば必ず y2' は0になりますね。 ここですね。マイナス二分の一。ね。だからそれっぽいですね。だからこれはこうではなくて、上に凸から、ふわっと S 字のように変わるんですね。後でこの部分を拡大しておきますからね。でそして、えー、右側のところは、バババーンとね、えー、さっき見ましたけど、右側からゼロに近づくときは、えー、プラス無限大になるので、天空の彼方に駆け上る、ね。もしくは駆け下りてくるわけですね。ここは、あの、 点、奈落の底に落ちるんではなくて、そういうパターンも多いですけどもね、双曲線なんかだとね、分数関数の双曲線なんかだと落ちますもんね。でも落ちるんではなくて、原点に収束しますね。まあ、これを見てもわかりますもんね、えーこ。これで考えたんですもんね。つまり、x をね、マ、え、イ、ー、ナス0.1とか0.01、マイナス0.0001になれば、ねえー、これはマイナス無限大になるので、えー ね、えぇ、ー、従って、マイナス無限大乗ということは、えー、無限大乗分の1ですから、分母がすごく大きくなるということですもんね。だから0になるわけですね。で、えー、x が、じゃなくて y イコール1が、あの、前近線ですね。えー、y イコール1というね、えー、のが、これは先ほど見たように1に近づくということですもんね。えぇ、ー、なので、 無限大に行くときは1にね、えー、近づくということでしたので、両方とも1ですもんね。ですから、全、えー、近線は、えー、y イコール1というのが、両方ともの全近線ですね。よろしいでしょうかね。まあ、e 2乗分の1は大体ね、先ほど言いました。e を3とすれば9分の1。もうほとんど10分の1とみなせば、まあここが えー、0で1ですからね大体一致しておりますもんねさて最後に、まあ、分析というほどのものではありませんけれども、えー、一応念のためにですね原点近くを拡大するとねえー、まあ0.007こちらはちょっと縮尺違いますがマイナス0.05ぐらいでね、えー、するとこういうふうにまああたかもそうですね 放物線ではもちろんありませんけれどもね、こういう U の字型の、えーね、これはもう変曲点は遥るか、はるか、左の彼方ですからね、全部下に凸のまま、つまりここの部分ですね、えー、ここのね、ここの部分をバババーンとこう顕微鏡で拡大したようなものが、えー、これですね、えこういう風にですね、ずっとまあえー、X 軸を前近線として、 この原点にもう限りなく近づいていくわけですね。多少不思議な気がするかもしれませんけどもね、到達はもちろんしません。x イコール0の時に定義は不能ですけれども、0より少しでも左側の例えば00 -0.0000001 とかね、そういうところでは定義可能なので、もうどん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 ちっちゃくなるわけですね。まあ 拡大すると以下のごとくですね。で、こういうことがありならば、ね、あるわけですね、実際。で、上に突で原点に収束するということは、こういうことですね。こういうようなことも当然、ね、ありそうですね。まあ、そういう関数を自分でね、まあ、逆関数を取ったとしたら当然そうなるでしょうね。えー、まあでも、そうでないような、もっと簡単な関数でね、えー、そういう場合も当然あるでしょうから、 えー、ちょっとそういうのもね自分で一度考えて作ってみられるとそれこそ発展したいい勉強研究になると思いますでは今日はここまでにしましょうありがとうございましたお疲れ様でした